この日も朝からプラハを観光します。素晴らしい島での朝食が最高でした。そして巨大メトロノーム、お肉屋さんのハンバーガー、ワインショップ、素敵な一日でした。ドブリデン、ゆきおでございます。今日の朝はパン屋さんにパンを買いに来たので、こちらでなんか近所にあるおしゃれパン屋さん見つけたので、これ朝パンしていこうかと思います。行ってみましょう。だって、アルティック、おしゃれパン屋さんで買いました。2つかな。めっちゃうまそう。いいね。今は朝の8時過ぎですね。パンを買って朝食どこかでしようかなと思います。天気もいいしね。でちょっと今川沿いの方に来たので、川沿いからちょっと向こうの側の島に行けそうなんだけど、ここブルタバ川だね。ブルタバ川から向こう側のこの川、まあね、ここ川で少し向こう行ったらもうそれ島らしいんだけど、あのテニスコートあるやつかな。ここはね、ジェツキー島ですね。ジェツキー島でございます。で今うちらが目指している島はこの島よりもう少し向こうにある、なんだっけ、ストジェレツキー島っていうね、これは舌噛むよ。ストジェレツキー島っていうね、そういう島に向かっておりますよ。これ絶対覚えられないやつだな。緑がいいな。橋見えたけどめちゃめちゃ綺麗だな。朝焼けに輝いてるね。この橋も昔からあの橋みたいなので、すごいね、歴史を感じる橋だね。綺麗です。この川渡って向こうの島かなに公園があるっぽいので、そこで朝食したいと思います。めっちゃゴミ箱ある。さあこの階段を降りると公園だね。島の先端がビューポイントとのことなので、島の先端に来てみたら、なんかレインボーの、なんだいこれはのな、でさらに TikTok って書かれてるけど、これはなんだい。あでもここはすごいね。あここはすごいわ。あここはすごいわ。これはすごい、これはすごいですね。確かにスーパービューポイントだ。さっきのパン屋さんで買ってきたハムチーズのなんかデニッシュ的なやつ、結構ずっしりあります。いただきます。いい景色。まあ、こういう生地俺大好きだから、本当になんかすごい美味しいパン屋さんのパンだね。ただこれね、めちゃめちゃうまいのはもちろん確かなんだけど、価格ね、でも70か80チェココルナなので、いつも買ってるあのテスコさんの
パンの多分 4倍ぐらいするかな4、5倍までいかないけどするので、まあまあ高級パンなんでね、こっちにとってはね。でも全くやっぱ違うわうまい、めちゃうまい。お次はこちらです。キヨの大好きなキャラメル、キャラメルです。いただきます。うまそう。うん、うまっ。これシナモンロールにキャラメル乗ってんじゃない。めっちゃうまい。美味しいね。なんか本当にどこの国行っても多分通用するパン屋だと思う。普通に美味しい。うん、まあ、いいな。久しぶりにこういうの食べたな。さっきも同じこと言ったけど、でもこれも70ぐらいするから高級パンだよね、こっちにとってはね。でもやっぱうまいね、こういうのは。しっかりキャラメルクリームがあります。最高にうまい。向こう側にね、マイケル・ジャクソンみたいなお兄さんがね、黒い犬連れてるんだよね。もう向こう行っちゃったかなさっきうちの隣に座ってて、なんかね、超雰囲気やった。あ、向こう行っちゃったな。あの黒いワンちゃん連れてるお兄さんがね、 MJ なんだよね。ちょっと行っちゃったか。 MJ こっち振り向いてくれ。ちょっと行っちゃったね。全然見えないね、こっからとかね。いやー、MJ 行っちゃったかな。こんな階段あるの、これ。ギリギリまで。ひゃー。逆にこうだな。すごい素敵な場所だったな。最高の朝食になりました。さて今日はこちらの旧市街をまたちょっと巡ろうかなと思うんだけど、最初ちょっとね、市場があるらしくて、ハベルスカ市場かな、まああるとのことなので、そこをちょっと見てみようかなと思います。こっちも島あるね、右側の方。あそこも島だ。あっちは船がいっぱいあるね。国民日常だね。ちょっと逆光が見えない。あそこの上にすごいペガサスとかが乗ってる。めちゃめちゃ綺麗。国民日常では、国の公演する新旧の我のことが演劇のパフォーマンスが楽しめる壮大な会場でございますね。素敵な2階のカバーがあったところもすごいね。あそことか行けるのかな、中入ったら。明らかにすごいいろんな土産物を売ってる店ここにビール置いてて大丈夫なのかな。全部開いてないけど。モグラちゃんいましたよ。モグラちゃんここ有名らしいんだよね、このモグラちゃんたち。なかなかキャワだからこのキャラクターもなんか買いたいなと思ってたんだけど、なかなか見なかったけど、いますね。シュールだな。ピカレゴ博物館発見しました。今やってないけど、これがレゴだ。レゴってます。あんまり知らないんだけど、レゴはね。
こんな感じでね、あるんですね。あ、ミュージアム。なんかそれキラキラしてる。面白そう。僕はね、ダイヤブロック派だったから、これ分かれると思うよ。レゴ派かダイヤブロック派で分かれるから、これ完全に。皆さんどっちかな？この辺から市場が始まる感じかな。ハブルスか。なんか本当にいろいろあるみたいなんだけど、どうなんだろうな。なるほど、こうやって、うん、朝市っぽくはなってる。でもまだ、あ、ベリーの盛り合わせがある。まだ準備中かな。お土産物屋さん、飲食店っぽい、ホームメイド、レモネード。ところも、ああ、いいね。ここのホットドッグバーガー。あ、チップス。チップス売ってます。謎のキャラクターもいます。プラハシャムジ。フォーフィッシュ、フォア、いろんなハーブ。何を書いてる？これで。果物屋さんじゃない。これかベリー盛りが多いんだね。ミックスフルーツ。29。すごいよ。ベリー盛りが流行ってるのこっちは。蜂蜜屋さんですね。まだね、なんかこう、八百屋さん的なとこしか、なんかもしてないのかな。また、絶対フルーツミックス。ありますね。野菜も売ってる。こういうのはもう完全に土産物的な感じですね。なるほど。ビーフのアーム具合がもう面白いかも。アームはこういう追加なんですよっていうね、さすがです。なんだこれ、めっちゃキャラクターなんかある。面白い。なんだ、アメリカなんだ。ああ、ちょっと反対側回ってこう。これだけなんかね、まだ始まってないって感じなのかな。お花も売ってて、これはお土産物屋さんだね。本当になんか急いで帰りの日に土産物買おうってなったら、こういうところでバッて買ってくるのありっちゃありなの。でも雰囲気あるもんね。お土産物さん出てます。いいですね。これが何だか今一瞬よくわかんない。これ何だったの？かわいい蒸しパンかな。おじさんの一応こう丸、あ、マジパン、マジパン的なやつかな。この時間は搬入が多いのかな。ここでも何かになるんだろうね。お店になるんじゃないかな。反対側にも普通にお土産物あるの。この辺はもうどこ行っても土産物に困らないね。ちなみにね、今はね、9時20分だから、9時20分の段階でまだ準備してるってことは10時ぐらいからなのかな。ほんとちゃんとやるのは。うん。いたいた。もうこの裏かわいいよね。名前なんて言ったっけ、名前忘れしてた。でもそれの同じシリーズなのかな、この辺。カワー。キャワーじゃないですか。これいいよね。これ欲しいな。モグラ。キャワだな。奥さんが調べてくれました。これね、クルテクだ、クルテク。名前もいいよね。クルテクです。モグラのクルテク。クルテク、クルテク、クルテク。クルテクいないかな、こっちに。クルテクっぽくないな、でもやっぱり。あ、これチョコとかかな。CBD 入ってるチョコある。すごい。
Так, Светланко, ясен рад. Так я с вами не запомнил. Ale já vás to nechám předělat, protože když to udělám já, tak je to hodně čím. Tam mám ty rybitky. A ty rybitky pracují, jsem vedla, takže si to předělejte a já budu dělat pochopu. A ty rybitky. Vyhod si, Světlo. すごい革製品の店もしっかりこういうとこはね、お土産物屋さんは革製品必須だからバリバリあります。で、はい、このレース刺繍的なこういうのもあると。なるほどね、定番よね、お土産物屋さんだったら定番の感じ。というかこれだけかこれだけなのか、位置は。なるほどね。まだ始まってない感じなのかな。で、最初の八百屋さんに戻ってた。八百屋さんとか、八百屋さんか、フルーツ屋さんね。なるほど。土産物屋さん入ってもクルテクがいっぱいいる。ダブリデン。クルテクいらっしゃる。でかいぬいぐるみ、クルテクティーがある。やばい、そんなに知ってるわけじゃないのに、まだ気になる。あ、いっぱいあるよ。このカップいっぱいある。かわいい、めちゃめちゃかわいい。マトリョーシカ的なのもある。なんか店内不思議な匂いがする。なんだろう、怖っ。ちょリアルだな。クルテクがやっぱりビールなんとかもね。この辺のメルヘンのお家もこれかわいいね。ちょっと怖いな、ドクロが。なるほどね。ここら辺のガラス製品ですね。きらびやかで綺麗。ワイングラスもある。ワイングラスもあるけど、ちょっとここら辺がすごい、ちょっとなかなか使いづらそうだけど、豪華ですね。ハベルスカ市場は想像以上に小さかったですね。なんかすごいもっと大きくて賑やかな感じを想像したんだけど、なんかこれあれなのかな、こっちの店舗とかもオープンして、なんかいろいろこの周りの他の店とかもオープンするともっと賑やかになってっていう感じなのかな。この真ん中ではなくて、いろいろこの周りも含めたのをなんかあれかな、いい感じに盛り上がるのかな。まあということで、今日はまだねお土産買わずに下調べということでね、旧市街の方にちょっと、旧市街広場かの方にちょっと戻って、もう一回ちょっといろいろ見てみたいなと思います。あのね、この前来た時土曜日に来たんだけど、あの朝来たけどちょっとねその日天気悪くて、で全然晴れてなかったから、なんかその今日天気いいし、またそう天気いい時に九州が降れば行ってみたいなと思って見てみます。ものの数分で九州が広場に着きそうですね。もう目の前に天文時計の視聴者、旧視聴者の建物が見えます。この辺の地域は本当に何回通っても味があるね。そしてスタバが多い。スタバが多いな。スタバの多さと KFC の多さはすごいね、こっちは。あと ATM の多さね。ATM 多すぎ問題あるからね。あ、みんな待ってるわ。もうなるのかな、 10時になるのかな。あれ、まあ30分ある。わー、天気がいいから映えるね、天文時計。うわ、天気いいから全体が映えるな、すごいね。ウェディングフォトもしてらっしゃいます。ここはもう本当に
そういう場所なんだよね、プラハ。すごいです。さあ、天気が良すぎてみんな撮影、スーパー撮影スポットだから、どこを切り取っても、うわ。わお。まあすごいね。まあすごい。うん、まあね、人はすごいやっぱいらっしゃるけど、この画角とかもうファンタジーの世界だよね、本当に。ここの中心の広場、どの角度もすごいな。でどの角度から見てもすごいし、この日のね具合でもまた違う表情を見せてくるので、なんかそういう楽しみ方がすごい。何回来たってやっぱすごい、ここはいいよね。なんかみんなどうしたどうした、 座ってどうえそういうのありなんだ。座ってなんかあれかな、絵を描いたりするのかな。こちらもね、なんか曇りの時はあれだったけど、やっぱり天気は、まあ、あれじゃないけどねあれではないけど映えるよね、うん、すごく。こっちの角度もいいな、また。逆光だけども、逆光だけでも美しいっていうね、めちゃめちゃ幻想的だな。こちらの柱の前、橋の前の柱も非常に上に彫刻があって綺麗ですね。さらに奥に見えるのが、巨大メトロノームですね。ちょっとちっこいけど、あれがチックタックとなるわけですね。なるかは分からんけど、動きはしないのか。音楽の街ですね。橋を渡ってあのメトロノームに向かって歩いております。丘を登ろうかと思っております今日もなんか毎日何かしらの丘を登ってるけど、あのメトロノームの麓まで行ってみようかなと思って、なんか今日はこの後行きたいところはドアンショップが行きたいんだけど、まだ全然ねオープンまで時間あるのなんで、まあそれまでいろいろふらふらといろんなところを散歩しようかなと思いまして、これ気になるぜ。今のところも気になっちゃうでしょ。すごい大々的な装置をしてます。どうやらメトロノームにここまでたどり着くまではこちらのハードモードコースと向こうの緩やかになっているこちらの階段、イージーモードコースもあるらしいんですよ。こっち行けばね、結構すぐ着いちゃうっぽい雰囲気でしたから、私たちはこっち行きます。さあ、登るよ。階段続くね。どっちがいい？どっちが涼しい？どっちもどっちじゃない？右側から登ります。ある程度日陰がありそうな方を選んで、登りましょう。でも意外といけんじゃないかな、階段だからまだ。いや、修行だな。あ、もう、まだあるか。ここではない。あ、もうでもすぐそこだ。メトロノームの先端が見える。先端が見えます。
もうちょいだ。あ、松がある。松の下をくぐっていくんですね。行きましょう。着いたかな。落書き多いな。あ、着いた。メトロノームです。着いたね。汚っ。ゴミ箱が座られてる。ここはね、来なくちゃいけないでしょ。音楽をたしなむものとしてここには来なくちゃいけなかったからね。なんもない。他に何もない。なんだここ、不思議な空間が広がってます。何にもない。そしてこれが皆さん待ちかね、巨大メトロノームですね。こっちから見たら何がなんだか分かんない。素敵です。さあ、ここの景色ですね。いやこれはいいね。ここはやっぱいいですね。この辺はなんか荒れてるな。なんかスケーターたちの練習の場所みたいになってる。こっちが公園になってるんだね、こうやって。そうね。真裏からのメトロノームです。いいですね。一段下から見た巨大メトロノーム。これもまたいいですね。ここすごい取り上げてるけど、それぐらい今の僕たちの時間があります。そういうことなんです。まあでもこのぐらいかな。ちょっと下ろうか。あ、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。帰りはこっちの階段ではなく、ちょっと緩い方の道を通って帰ってみようかな。帰り道なのに若干登ってるのはちょっとあれだけどね。このちょっと登ると疲れちゃうから。こっちからだとこれはこれですごい道だな。おー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 膝に来るね、この里。すごいハードワークですね。愛だね。愛だね。ラブ。スタート地点まで戻ってまいりました。素晴らしい旅でしたね。ありがとうメトロノーム。ちょこっとだけ見えるね。いや、でも楽しかった楽しかった。なんかね、いいよね、こういうとこいいよね。なんかマイナー観光地かもしれないけど面白い、非常に。おお、左手に見えますのは有名なケーキショップだね。ケーキショップといえば無職旅さんだね。ちょっとプラハを YouTube で検索してたら出てきた YouTuber の方なんだけど、無職旅さんという方すごいチェコ紹介しててめっちゃ面白い。知ってる方いるかな。無職旅さんはいいですが、
すごく来られてるってことだね、この店は。ベイクショップ気になるけどね。ベイクショップ超人気、みんな入ってる、すごいね。すごい美味しそう、ケーキ類もメレンゲがすごい。美味しそうだな、ね。想像以外のなんかすごい体的な、また肉的な、すごい。おしゃれ。This one small size, please. ベイクショップさんで購入してきました。美味しそうなサラダと串。美味しそうですね。ただちょっと高かったです。これでね、2000円。ちょっとぐらいしたかな。2000円ぐらいかな。いただきましょう。後でね。そして今日のランチはですね、ハンバーガーを食べたいと思ってまして、すごく有名なハンバーガー屋さん。ここだ、ここだ。ここね、お肉屋さんなんだけども、ハンバーガーとかホットドッグが売ってるお店なんだよね。あ、やべえ、すげえ並んでる。めっちゃ並んでるわ。あ、並んではいないか。並んでるかと思った。ここですね。ここにメニューも書いてあります。こういう感じ。あ、ここに注文するの？これっぽいな、なんか。バーガー、あ、これだ、ハンバーガー、これです。でもあとはサンドイッチ、ミールス、あ、すげえわかりやすい、何これ、あ、すげえわかりやすい、なるほど。ドリンクはビアもあったりするけど、まあ、とりあえずハンバーガーね。和牛ハンバーガーもハンバーガー行こうと、ちょっと高いけどね、高いけど、これでこれでいいのか。オッケー、ビール飲むかいってやつね。これはいいや。ビールはいいや。オッケー、じゃあハンバーガーだけちょっと飲みましょう。わお、すげえ。え、これでいいの？香りがすごい、もう肉の脂の香りがすごい、めっちゃお腹すき、わお、すごい、これも肉いってる。だからあのマシン壊れてたっぽくて、なんか支払いはできたけど、なんか壊れてるって言われました。支払いしちゃったから、ただそれってどうなのって言ったら、じゃあとりあえずハンバーガー1個やるからこれ持っとけって言われて、これもらいました。どういうこと？バーガーゲットしました。先ほどなんかマシンが壊れてたのは、壊れたというか俺が本当は使っちゃいけないのを使ってましたね。あのフォーキがありました、最初に。すいませんでした、ご迷惑おかけしました。でゲットしたハンバーガーです。これめちゃめちゃうまそうやん。いただいちゃいます。これはやばい、これはやばい、1個1200円ぐらいするけど、これやばい、なんだこれ。肉がもうね、とにかくめちゃめちゃジューシーで、めっちゃうまみがある。このマヨネーズみたいな独自のソースかな、うまい、超合う。いや、ビール買っとけばよかったかな、最高や。うまい。さっきベイクショップで買った鶏の串焼き、奥さんが買ったやつね。やば、もうちょっと、めちゃめちゃうまい。
すんげえうまい。しかしボリューム超ある。うまいっす。ビーツ、おいしい、おいしい、めちゃめちゃうまい。なんかオイルがナッツ系、アーモンド、クルミか分かんないけど、オイル系で美味しい。この野菜何？うん、もうレッドだよ。ナッツ、これクルミかな？クルミが入ってる。非常に美味しいです。素晴らしい。先ほどご飯を食べた公園が向こう側で、今川を渡ってこちら側来てます。ワインショップに行きたくて、こっち側にワインショップがあるとの情報を得たので、それを向かっております。本日2回目の丘を登っておりますね。丘というのか、これを登って、この奥に抜けたいっていうことなんだけど、他の途中にアートギャラリーがありますね。すごい眺めのいい広い空間にがありました。なんかすごい滝ではないけど川が、こっちから見るとまた雰囲気が違うね。見えますね、プラハ城、展望台もあって、結構ここ一望できるな。こっち側、さっきの丘の上を越えてこちら側の町に来たんだけど、なんかすごく落ち着いてる雰囲気地元感がすごい、こっちにはね、あまりその観光地というかそういうスポットがあまりないエリアだから、なんかすごく、建物はね、もう完全に雰囲気はあるけど、でもこっちは少し、なんていうか、プラハ住民の落ち着いた地元感があるエリアかな。で、目の前にあるところがショッピングモールみたいなので、ちょっとそこ寄って休憩して、休憩というか、お店がね、2時からだから、まだ2時前なのよ。それまでちょっと時間潰してから、ワインショップ行こうと思います。フレッシュジュース屋さんで、アサイバイタリティ頼みました。喉乾いてビタミン欲しくなっちゃった。アイスも売ってるけどフレッシュジュースです。アサイバイタリティ、もうすでにちょっと飲んじゃったんだけど、なんかおばちゃんがここまで入れてまだ少し残ってて、それが残ってるからちょっと飲めって言われて、ちょっと飲んで、でまたこう残ったやつ入れてくれてこの量になってるっていうね。優しい、ありがとうございます。いただきます。ほどほどに冷えてる感じかな美味しいです。呼吸できます。すごく住宅街の中に入ってきました。今回いろいろちょっとなんかワインショップ調べてみたんだけど、普通のワインショップとかもあったんだけど、少しこのなんとかナチュラルなタイプを扱ってる感じのところを探してみて、でそこが、ここら辺にあるとのことなので、それも一応なんか海外の方の、ブログかなを参考にして、なんかこの、プラハ内でそういうのがあるっていうのをいろいろ見て、で何件かあったんだけど、こっちかあったね、あったあった、ここがなんとなく感覚的に良さそうな気がしたので、ここに来てみました。目の前にあります、ワインギークだね、ワインギーク、名前がすごい。ここに入ってみようと思います。もうすでにナチュラルが並んでる、いっぱい。店内はこんな感じですごくおしゃれです。なんかラウンジ、素敵ラウンジに入ったみたいな感じでね。でも全体的にやっぱりナチュラルが多くて、それを目的で来たんだけども、
この中だと、上の方から、まあ、チェコのワインもあるんだけど、それ以外も多くて、なんかオーソリーがやっぱ多いかな、隣国だからね。この辺ちょっとわからないワインもいっぱいあるけど、まあ、プライジンガーとかあって、セップムスターがあって、ツリンガーもある。で、この、こちらですね。この白、このチェコのワインがおすすめとのことだったので、これを買ってみました。そして下の方行くと、まあ、オーストリア多いね、チーダーもあるし、モビアもあったね。で、そう、ツリンガー、ここにもあるし、ドブラもありますね。はい。はい、ドブラもあります。で、この下ら辺もセップムスターと、オーストリアゾーンがあって、で、こちらの赤だね。ヤクブノバ、こっちの赤はドゥエテーレだね。サクリサーチのロストもありました。で、次行くと、こちらですね。このピノ。これもすごい良かった。ヤクブノバック、チェコのピノだね。素晴らしかったです。いやー、このラインナップいいね。で、ちょっと影に隠れて、ガルバの、ロタガメがあったっていうね。3リッターのやつもこれなぜかあるという感じでございますね。で、店員さんもすごい感じいい感じのね、お兄ちゃんだった。すごい良かったです。で、こっち行くともうなんかすでに、おしゃれアパレルショップみたいになってるからね。すごいいいお店でした。ここはね、行きたいね、もう一回ね、うん。ゲットしました。赤白。一本ずつ。同じ生産者。ちょっと、お兄ちゃんが推してるというのことだったので、この生産者にしてみました。さて、どうなることやら。どうなることやらでございます。楽しみだね。じゃあこれで今回はもうお家に帰ってお休みしましょう。お休みというかもう一日ね、朝から歩き回って疲れたのでお家に帰ろうかなと思います。アンデルの駅に帰ってきました。宿はすぐそこです。